はい、皆さんこんにちは、ワナルグルフィジです。では今回は信長の野望を革新パワーアップキット明智光秀プレイ、新しく始めていきたいと思います。ちょうど今大河ドラマでね、麒麟が来るやってますけども、それに倣ってですね、今回は本能寺の変を起こして、そこから光秀を担当していくというね、プレイをしていきたいと思っています。では早速シナリオのセッティングしていきたいと思います。シナリオですが、本体に入っている1582年1月スタートのこのシナリオを選択します。担当するのは信長ですね。織田家を担当していきます。でこの後本能寺の変が起きたらですね、すぐに信長が死にますので、そこからですね、秀吉、勝家、そして光秀、もしくは、信長亡き後の織田家を相続してプレイするっていうね、4つの中からの選択になるんですけども、今回はその中から光秀を選択していきます。で、光秀はかなり難しいプレイになると思いますので、難易度は中級でやらせていただきます。その他の設定はデフォルトですね。ご覧のような設定でプレイの方をしていきたいと思っています。まあ、ちなみにですね、信長本能寺の変が起きた後も生存させるルートもあるんですけども、今回はね、信長はこのまま死んでもらいたいというふうに思います。では早速本能寺の変を起こすためのね、条件いくつかありますので、そこから条件を満たしていきましょう。まずは光秀と信長を安土城に入れる必要がありますので、光秀を早速安土城に呼び出します。これはですね、安土城で家康の接待をしていたという部分ですね。そこを条件としてクリアするために光秀は安土城に呼んでいます。あとは秀吉がですね、毛利に攻めかかっているというのも条件として必要になりますので、まあこれ何でもいいんですけども、備中高松城の方に秀吉を出陣させていきます。あとは長宗我部攻略のね、直前だったということもあって、これ長宗我部に攻め込む必要もありますので、長宗我部の方にですね、まあこれも適当でいいので軍勢を出していきたいと思います。これで時間を進めるとですね、本能寺の変が始まりますので、その本能寺の変のイベントは見ていきましょう。まあ、本能寺の変、なぜ光秀が起こしたのか諸説ありますけどね、朝廷黒幕説もあれば、光秀がね、ぶっつんしちゃった、切れちゃった説もあるし、あるいはね、15代将軍足利義昭説、突飛なところでは家康説なんていうのもあったりしますけども、未だにね、ちょっと謎を解明されていないところもありますが、ここはまず安土城で家康の接待中に、まあ、信長から光秀が接見を受けて、まあ、突発的に本能寺の変に走ったというような設定になっているのかなというふうに思います。ではまずは本能寺の変のイベントまで進めていきましょう。はい、本能寺の変のイベント始まりました。ここはちょっと僕も一緒に見ていきたいと思います。
城が完全に包囲されました。はい、本能寺の変始まりましたね。京都、まあ、二条御所になってますけども、実際には本能寺ですかね。ここが今明智軍に取り囲まれているという状況です。光秀本体が10,000、あとは様之助が5,000、利光が5,000、そごうも5,000ということで、合計20,000の軍勢に取り囲まれているという状態になっています。先ほどお話した信長の生存、そのためにはですね、この御所を守りきる必要があるんですけども、まあ、2万の軍勢相手に守りきるのは、まあ、なかなか難しいということもあるので、まあ、おそらくですね、試したことはないんですけども、もしここで2万の軍勢を退けるのであれば、まあ、光秀の謀反をあらかじめ察知しておいてですね、この京都周辺に大軍を、ね、用意しておく必要があったのかなというふうに思います。まあ、今回は光秀を担当してプレーをしていきたいので、このまま信長にはね、この本能寺で散ってもらおうと思います。はい、本能寺陥落になります。これで信長が死亡になります。でこの後ですね、担当する大名を選ぶことができます。4つの中からの選択になります。まずはですね、最大勢力になってますけども、信長亡き後の織田家ですね。現役の武将数が68万、総兵力78,000と、まあ頭一つ二つ抜けてるのかなと。で、もう一つがですね、織田家筆頭家老柴田勝家ですね。ちょっと今柴田勝家選んじゃいましたんで、この後同じところに戻ってきますけれども、柴田勝家、あとですね、秀吉、そして光秀の中から選べます。ちょっと今間違って勝家を選んでしまいましたので、時間を戻して、また戻ってきます。はい、では光秀を選びました。まあ、うっかりクリックしちゃうともうそこで始まっちゃうっていうね。武将の数確認していきましょう。まず勝家なんですけども、現役武将数16、総兵力35,000、これも多いですね。そして光秀のライバル秀吉ですが、兵力は13,000と少ないんですが、現役の武将数32はすごく多いですね。しかも優秀な武将が多い、戦闘に長けている、まあ、清正だったり正則だったりっていう武将もいれば、政治もできる、知略もある黒田官兵衛なんかもいたりするっていうね、もう本当に、戦っても強いし、内政やらせても強い。それが、秀吉ですね。ただ、兵力数は13,000。そして、今回担当する我らが、明智家、光秀ですが、総兵力30,000。
で、弱点としてはまず四方八方敵に囲まれているというのが一つと、あと現役の武将数が13と少ない、この二つですね。ここをなんとかね、くぐり抜けていきたいと思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。最初にですね、攻略するのを、ここ、秀吉の本拠地、姫路城に見据えてプレイの方していきたいと思います。マップ見てもらうと分かる通りですね、四方八方まさに敵に囲まれている状況なので、まずはですね、最大ライバルである秀吉、かつ現状最も兵力の少ない秀吉、これをね、先に叩いておこうという作戦ですね。なので全軍を持って、姫路城に出陣です。本来全軍で出陣なんていう選択肢はまあありえない選択肢だとは思うんですけども、ここはですね、もう全軍を持って、姫路城をね、取りに行きたいと思います。まあ、ただ全軍を出陣させた場合はですね、五所が空っぽになってしまって、まあ、どうにもならないと、抜き差しならないということになりますので、ここをどう、くぐり抜けるかという観点で言うとですね、そうだな。まあ、櫓をちゃちゃっと建てたいので、知略政治の高い武将を何人かを呼び寄せましょう。で、その上で、櫓を建ててですね、御所の守りと変えていきたいと思います。まあ、八神城だからこのまましばらく放置プレイかな。御所に人が入ったら、まずは速攻で修復。さらに回収。これは5点にしましょう。そうすると石つぶて、まあ、石でね、攻め寄せてきた敵を攻撃できるようになりますので、166日かけてでもこれやりましょう。そして一番肝心なのが武家町。これ防衛施設、防御施設作れるようになるので、これをね、まずは建てましょう。一番効率よく作りたいので。二手に分けましょう。で、まあ、約1ヶ月半後に2つ武家町ができたら、ここにですね、すぐに櫓を建てていきたいと思います。まあ、なんといってもこの近くに1万の兵をまだ温存している安土城ありますしね、南に下がれば石山城、堺なんかもあります。まあ、この辺りの敵を防ぐには、御所の防衛というのはね、必要になりますからね。では、これで一旦ですね、姫路城攻略戦始めていきましょう。まあ、本当にね、信長が脱出することができなかったのかっていうのはね、まあ、僕個人的にはね、ちょっと疑問というかクエスチョンはあるんですよね。というのも、本能寺にはですね、信長の弟、裏久斎も一緒に止まっていて、裏久斎は見事に本能寺から脱出果たしてるんですよね。なので信長もね、一か八かで、逃亡してみるっていうのはありだったのかななんて思うんですけどね。まあ、ただ捕まってしまった場合なんかはね、死ぬよりもひどい仕打ちが待ってたとは思うので、まあそこで死ぬっていう選択をした、それが信長だったんだろうと。あとは信忠ですよね。信忠は二条御所に諸説あって1000から5000ぐらいの兵がいたと言われてます。まあ、仮に一番少ない1000だとしても、なんとか大阪まで逃げ切ることができる、そういうね、方法を考えてもよかったんじゃないかな、なんてね、素人目には思うんですけどね。まあ、それも、叶わず。結果、信長親子はね、ここで撃たれてしまったというところなんですけどね。では、このまま姫路城の攻略戦進めていきます。で、そうこうしてるうちに御所の方ですね、武家町が完成しましたので、ここに防御施設、鉄砲櫓をずらりと並べていきます。で、あとは、米。兵糧がね、不足してくるので、お金もない中どうにもならないので、先に兵糧、ちょっとでも作っていきましょう。さらに余裕が出てくれば武将の登用なんかもねしていきたいなと思います。
では姫路城の攻略戦、このまま進めていきます。姫路城をサクッと取れるかどうかっていうのがね、この先の進め方にだいぶ影響出てくると思うので、まずはこの姫路城で、我々の思ってるスピード感でサクッと取りましょう。2600の兵でまだ姫路城自体の耐久力も6000程度なんでね、城主秀吉ですけど、ここは損害少なくね取ってしまいたいなというふうには思っています。で、光秀の方はコブを使いたいので、方針は自分で先方発動に変更します。で、コブをひたすら打っていくというね、作戦でいきましょう。で、うまくすればコブからの馬声のコンボですね。で、コブである程度ね、士気が高まってきたら威圧まで貯めてもいいかなと思います。秀吉をうまくここで倒せればだいぶ変わってきますからね。これは槍突撃からの槍ぶすまが決まって、姫路城の耐久早速削りましたね。あとは威圧からの馬勢までの3コンボ狙ってみますか。先方の連鎖決まるとね、大きいですからね。あとまあ光秀は早いうちにこの後混乱、さらに同士討ちまで覚えたいですね。これは光秀と秀吉固有の会話なんですかね。サルメっていうね話出てましたけど、姫路城はサクッと取れそうだな。姫路城が取れればこの後鳥取城まで一気に押すかどうかっていうのを考えましょう。おお、しかも秀吉を捕らえたか。秀吉は処刑する。逆に秀吉を処刑することができたっていうね、逆天王山、まあ、そういう演出ができたかなと思います。で、あとはこの鳥取城ですね、兵力1万か、我々の兵力が2万6000、まあ、力押しでギリギリ叩けるかどうか微妙なラインですかね。まあ、ただ八神城には兵がゼロ、御所も1000、このままどうなんだろう、鳥取城を攻めるのがいいのかどうか、ちょっと周りの情勢確認しましょう。まず外交ですね、まあ、余地があるのかどうかちょっと難しいとは思うんですが、まずは隣浮田家、これは難しいか。まあ、橋場家はこれ秀長が後を継いでますね。秀吉亡き後は秀長、まあ、織田家とはもちろん難しいでしょう。長宗我部も無理、鈴木もちょっと難しいのか。筒井順慶とは停戦中になってますね。停戦はデフォルト6ヶ月なので、今1ヶ月半程度で経過したと思うので、あと3ヶ月ぐらいですかね。河野家とは一応同盟が結べる。ただ河野はな、長宗我部と今戦っているはずなので、ここと同盟を結ぶのはあんまりいいことではないですね。長宗我部を完全に敵に回すという選択肢になります。毛利とも同盟は難しいか。ちょっと近くで同盟結んでくれるところはなさそうですね。では健康一滴、外政諸勢力はどうか。特に機内、まあ諸勢力と何かしら協定を結ぶにはお金だったり資源だったりが必要になるんですけど、今手元にないのでこれも難しいと来てますね。となると外交で何かしら我々に有利に働く対応というのは難しいと思うので、どうするかな。御所に兵を戻して、八神城にも兵を戻して、一度体制を整えますか。まあその中で鳥取城攻略の足がかりを見つけていくっていうことになりますかね。ちなみに捕らえた武将はどれがいるかというのも見ていきましょうか。豊、お、官兵衛捕らえてるな。官兵衛は処刑だな。あとは官兵衛のお父さんですね。お、中村和氏もいるじゃないか。豊臣三中郎と言われた和氏ですね。あとは八須賀、加藤義明なんかも捕らえてますね。あ、この辺りをどうするかだな。あとは森太平、まあ、全員処刑して、まあ、秀吉亡き後の羽柴とは長期戦の構えでいきましょうか。
おそらくこの後姫路城から鳥取城攻略しても、まあ、長期戦になると思いますし、味方の兵力も損なわれると。そういう中で、今、八神城に攻め込まれるともうどうにもならないっていう状況なので、これはよろしくないですよね。なので、御所、八神城、そして、この姫路城、この3つの城でですね、しばらく内政をうまく固めて、その間に毛利なのか、長宗我部なのか、あるいは宇喜多なのかというところとですね、同盟が結べないかっていうので、ちょっと探っていきたいかなと思います。では今回ね、初回ということもありますので、ここまでにさせていただいてですね、次回この続きをプレイしていきたいというふうに思います。